皆さん、こんにちは。Welcome back to my channel. 今日は今から私が昔働いてた箱根のホテルに泊まりに行きまーす。はい、つぼつぼと行きまーす。皆さん、つぼつぼ覚えてますか？この間、会話動画に出てくれたつぼつぼです。つぼつぼと私はアウラ立花というホテルで4年前、5年前かな？ 5 年前、働いていました。で、この間そこにちょっと遊びに行って、昔働いてた時からの社長さんとスタッフの人とちょっとお話をしました。で、できれば私のチャンネルでこのホテルを紹介したいんですけどいいですかって聞いて、了承してもらったので、今から、泊まりに行きたいと思います。やったー！じゃあ、つぼつぼ運転ありがとう。大丈夫大丈夫。Turn left. はい、ということでじゃあ皆さんこのブログ楽しんでもらえたら嬉しいです。あと今から行くところは、日本の旅館なので、日本の旅館はどんな感じなのかを皆さんに見せたいと思います。じゃあ始めましょう。 Let's go。 こんにちは。大丈夫ですか？すいません、重たいですよ。結構ありがとうございます。Okay. 日本の旅館に来るとこんな風に着いた瞬間から荷物を持ってくれたりおもてなしをしてくれます。この日はオーストラリア出身のキーランさんがチェックインをしてくれました。昔ここで働いてたのですごく懐かしい気持ちになりました。あ、三宅さん、三宅さん、ちょっと、あ、つぼつぼじゃん。ちょっと、ちょっと待って。私。あ、今日夕飯のキャベツだよ。キャベツだけだから。キャベツだけ。この度ある立場でいらっしゃいます。ことにありがとうございます。お帰りなさいませ。ありがとうございます。すみません。お名前とお電話番号お待ちかねないでしょうか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。こちらご証明と住所をお願いいたします。失礼します。キーランさんはどれぐらい働いてるんですか、ここで。もう何年経つんですね。5年前ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。そうですね、本日2名様で1泊、間違いないですね。はい、ありがとうございます。で、本日夕食時間は6時半でございまして、食内には何がアレルギーがありませんでしょうか。大丈夫、アレルギー大丈夫です。はい、ありがとうございます。これは全く変わってないです。はい、変わってない。そう、本日部屋は404でございまして、はい、4階でございます。食事には数の足しの豪快でございます。はい、朝食時間は夕食の時にお願いいたします。こんな風に丁寧に館内の説明をしてくれます。はい、何か質問不明ことありませんでしょうか。もう全部完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます、キーランさん。いいお待たせいたしました。はい、ちょっと待って、懐かしい。はい、和室の部屋でございます。 ありがとうございます。懐かしい。和室の部屋はこんな感じです。ちなみにこの旅館の和洋室はこんな感じで露天風呂もついています。1階か2階目のチェックインで私はこのドアじゃなくてこちらを開けて失礼いたしましたってなったんだよね。そう、1階になったんですよ。失礼いたしました。いや、いい思い出と思います。いい思い出って言われて、忘れられない思い出、忘れられない思い出。で、荷物を下ろさせてあげて。ごめんね、ごめんね。全然大丈夫だよ。今キーランプルプルしてる。キーランありがとう。キーランも私たちも適当でいいよ。もうコーナー荷物投げて大丈夫。そこまでできないから。はい、ありがとうございます。ありがとう、素晴らしいチェックイン、キーラン完璧。ありがとうございました。つぼつぼが、ここで働いてた頃からずっとやりたかったことがあるらしいです。はい、どうぞ。オッケー！こちらはですね、和室の部屋でございます。はい。もう、すでに、布団が汚くなりましたが、そう、和室の部屋でございます。で、こちらには、
小さい冷蔵庫もあります。ここにはね、浴衣が入っています。はい、今日は女性2人なのでピンクの浴衣が2つあります。懐かしいこの浴衣ね。バスタオルとフェイスタオルと、この中はね多分歯ブラシとかが入ってると思います、私の記憶が正しければ。でこちらはですね、金庫ですね。金庫もあります。変わってないね。この旅館からの景色もすごく綺麗です。今は5月なので新緑の季節です。でこちらには洗面所がございます。後で見せますが、ここのホテルには温泉があるので夕食後温泉に入りに行きます。はい、はい、旅館に来たら旅館には必ずお茶とお菓子が置いてありますね。じゃじゃーん。はい、ここにお茶が入ってます。で、だいたいどこの旅館でもお茶とお菓子がついてきます。はい、ちょっと喉乾いたからお茶飲もうか。お茶を入れます。いい音。ナイスサウンド。旅館に来たら必ず浴衣が置いてあります。はい、じゃあ今から着たいと思います。浴衣を着るときは右が下で左を上にします。でこういう風に帯を結びます。いいね、つぼつぼいいね。はい、オッケー。はい、浴衣に着替えました。ただー、今からホテルを散歩したいと思います。レッツゴー。はい、ではアウラ橘をご案内したいと思います。どうぞ。何どうぞってエレベーターでございます。お先にどうぞ。はい、こちらは、はい、皆さん何と読むか分かりますか？大浴場大浴場でございます。こちらは男性の大浴場です。そう、男の人の温泉は男湯で、女の人は女湯と言います。はい、では屋上へ参ります。どうぞ。こちらのアウラ立花の屋上にはテラスがございまして、そちらで、涼しい風を感じることができます。なんて言えばいい？テラスで、そこで湯本が一望できます。湯本が一望できます。そして涼しい風も感じられます。つけるんかい。それ言いたい。涼しい風言いたい。はい、こちら最上階でございます。テラス and super。 素晴らしい。屋上のテラスでは綺麗な景色を見ることができます。すごく静かなので、ここに座って自然を眺めながらリラックスできます。こちらが露天風呂でございます。どうぞ。わー、 look at this。 じゃじゃーん。はい、このね、新緑を眺めながらお風呂に入ることができますね。今から晩ご飯を食べに行きます。お腹すいた。お腹グーグー言ってる。はい、行ってきます。あ、こんばんは。あ、はい、こちらの席があるの。はい、あ、すいません、ありがとうございます。まず乾杯して夕食を食べました。まずは前菜です。たたーん。
前菜からデザートまで全部すごく美味しかったです。日本に来たらぜひ旅館に泊まって旅館の料理を楽しんでください。この後温泉に入ってからすぐ寝ちゃいました。部屋から見える朝焼けがすっごく綺麗でした。おはようございます。はい、今から朝食を食べに行きます。今日は朝風呂入りました。気持ちよかったです。まだちょっと半分寝ています。はい、じゃあ行ってきます。ヘルシーですね。朝ごはんも本当に美味しかったです。白ご飯と一緒に食べる漬物とおかずの種類が本当に豊富です。焼き魚、お味噌汁など美味しい日本の朝ごはんを楽しめます。うん、美味しい。何これ、贅沢。カニの味噌汁ですよ皆さん。これほら、贅沢です。朝からチェックアウトお願いします。かしこまりました。それではこちらにかけてお待ちください。はい、失礼いたします。こちら議会でございます。お待たせいたしました。本日はお時間のご利用いただきまして誠にありがとうございます。はい、こちらお名前とお部屋番号お間違いないでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。それではまず料金の内訳の方ご確認をお願いいたします。はい、まずこちらですね、1泊2食2名様分でこちらの料金ですね。はい、またこちら入湯税が1人150円で2名様分になっております。はい、こちら合計いたしまして残り金額の料金になっております。駅まで送迎バスで。はい、ありがとうございます。それではこちら控えでございます。はい、ありがとうございます。今日の実証をお待ちいたします。少々待ってください。はい、はい、こちらでございます。ありがとうございます。チャンネル、ミクリアルジャパニーズ、やった、登録者数1人増えた。登録します。ありがとう、キーラー。いい、ありがとうございます。キーラーみたいに日本語が上手になりたかったらみんな頑張ってね。日本で働きたかったら頑張ってね。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。箱根はすっごくいいところなので日本に来たらぜひ箱根に行ってみてください。で、箱根に行くならぜひアウラ立花に泊まってみてください。サービス、料理、温泉、景色、全部本当に素晴らしい旅館です。ここに泊まったら絶対日本でのいい思い出になると思います。アウラ立花のウェブサイトのリンクは下に貼ってあります。そしてアウラ立花の皆様、この動画の制作にご協力いただきありがとうございました。じゃあ皆さん、また次の動画で会いましょう。またね。